愛を歌って歌って雲の上濁り切っては見えない、いやいやいや。原神公式ラジオテイワット放送局、皆さんこんばんは、堀江俊です。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、主人公空役の堀江俊と勝利の声担当しています私前野智明が、どこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組でございます。はい、ね、うん、魔人任務第3章第5幕に、はい、あのキャラが登場しましたっていうことね、はい、ホリエルはバージョン 3.2 はもう結構遊ばれてますか？そうですね、ちょいちょいと進めております。もうあのナヒーダさんも、ナヒーダさんも貫突させていただきまして。貫突しましたか、あなた。はい、ナヒーダね、貫突すると超強い。いや、めちゃくちゃ強いですね。貫突しなくても強いですけどもね。いや、確かに。じゃあすっかり愛着のあるキャラクターになられた。いや、まあ、はい、そうですけれども、なんでそうやってちょいちょいこうナヒーダが、いやいや別にそれ聞いてるだけじゃないですか。一旅人の仲間としてね。本当ですか。ああ、もうそれはもう本当キャラクターとして、純粋にもう純粋に愛着持って、もうパーティーに入れて、パーティーに入れても本当もう中の人がどうとかそういうことは抜きにして、抜きにしてももう可愛いしね、強いしね。そうです、そうです。本当にあの本当にナヒーダのおかげでかなり編成の自由度がね、確かにそうですね。特に水雷炎のねキャラクターたちがさらに輝くというかね、そういう環境になってます。範囲も広いですしね、もうめちゃくちゃ広大なので、どこにいても強くなれる。そうだよね。最近 3.2 はどういう遊び方してるんですか？魔人任務とか、あのそれと もうナヒーダの育成とか。いや、やっぱ育成関連は結構ちょっと注力してやってますね。なるほど。まあ、でもナヒーダ あのテンプの素材にね、あの 3.2 に追加されたあのボスの、ね、素材が必要だったりしますからね。そういったあのボスにもね、皆さん驚かれた方多いんじゃないですかね。秋原さん演じるね、うん、残票がね、残票結構あのストーリーのキーになってくるキャラクターでもありますからね。あ、まあ、そんな話もしつつなんですけれども、うん、今週もですね、先週に引き続きあの方がゲストで来てくださって、あら、先週もねすごい盛り上がったんですよ。あ、そうですか。ちょっとあの堀江くんもなんかあったら、ちょっと僕お金がないんですって言ってみると、なんかすごいあの伝説のあの答えが返ってくるかも。払ってもらえるのかな、かもしれないんで、ちょっとワンチャンあったらちょっとバンバンぶっこんでみてください。かしこまりました。ね、まあ、今週もね、あの方にいろんなお話たくさん聞いていきましょう。はい、はい、ということで、そろそろ始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神主人公空役の堀江俊です。勝利の声担当しています前野智明です。では早速ですが、ゲストさんにご登場していただきましょう。今週のゲストもこの方です。はい、どうも皆さんこんにちは、タルタリア役の木村良平です。ちょっと今デイリーやってるんでごめんなさい。おいゲームをやってるんじゃないオープニングやってる時ずっとね、隣でやってらっしゃいましたね。原神公式ラジオですからね、原神プレイされるのは全然いいんですけれどもね、今週も良平くんよろしくお願いします。お願いします、ね、早速今デイリーやられてるんですか？はい、あのちょっとティミーが小麦欲しいって言ってたから、ティミーに小麦持っていこう。ティミーのやつですか？から今ちょっと敵にと戦っちゃってて、まあ、全然そんなあのやりながらでいいんですけれどもね、はい、先週もねいろいろとお話をお伺いしたんですけれどもね、はい、まあ、最近カウンをよくねお気に入りで、確かに今も使ってらっしゃいますね。なんかやっぱパーティーメンバーに入れてると愛着が湧いてくるよ、ね、それはわかる、ね、長くね使ってるとやっぱ愛着湧いてくるのはね、すごくわかりますけどもね。どうですか、カウン以外になんか推しキャラみたいなのはいらっしゃるんですか？そういう意味ではずっとタルタリアとは入れてるし、もちろん、うんうん、あとちょっと前まではウェンティロサリア入れてた。いいね、ロサリア。あとディオナと勝利で盾をね、あ、いいね、やってたりとか。今ベネットも入れてるじゃん。確かに、そう、今ベネットだよね。この枠ちょっと迷ってんのよね。確かにね、迷うとこですね。そう、まあもちろんね、一番はずっと一緒にいる、まあ、パイモンなんだけど、パイモンね、個人的にね、この勝利のさ、勝利のこのさ、はい、槍なのに槍持ってないこの戦い方が好きすぎて、あの蹴るやつも強いですからね。めちゃくちゃかっこよくないこれ。かっこいいです。
あのいろんな使い方できるんで、ぜひいろいろと遊んでみてください。これがねずるいなって思ってます。まあありがとうございます。まあでもタルタリアのあの弓なのに近接モードになる、それもかっちょいいですしね。武器2種類使いたいって前野くんずっと言ってるもん、ね、武器2種類使いたいです。なんか、うん、なんかないか、なんかないか、なんかないか。だって主人公ね、ソラくんはさ、うん、元素いろんなの使えるし、まあ、確かに切り替えて、ね、うんうん、切り替えて使えるし、タルタリアは2種類使えるし、うん、まあ、勝利元素変えちゃったらおかしなことになるからね。そうだけど、だから最近思うんですよ、その元素反応って面白いなって、はい、おタルタリア水じゃないですか、はい、水っていろんな元素反応を起こせるから、うん、パーティーの編成の幅とかもすごい面白いし、うん、ね、そうですよね、うん、そういうの教えてよ。今日あれでしょ、なんか俺を強くするために2人が集まってくれたって。あの、まあ、そんなコーナーもあのちょうどご用意しておるんで、そうなんですよ、ちょっと何をやるか考えていただきたいと嬉しいんですけれども、ね、はい、なんかありますか、そのこのキャラなんか気になってんだよねみたいなやつ、陽平君的に。あー、やっぱね、ライデン将軍を使いたいんよ。ライデン将軍、あー本当だ、ライデン将軍、ほら、ま、自分が関わってないから知らないからさ、稲妻のキャラクターですからね、そうそうそう、うん、ライデン将軍はねちょっとね早く使いたいなと。いや、めちゃ強いです本当に。もう強いや、育てたい、まあ、みんな強いんですけど、育てたい、うん、あれなの、あのホリエルと陽平くんは結構いろんな現場で面識あるんですか。そうだね、そうですね、あのついこの前もレーベルが一緒だった。あ、そうかそうかそうか、そうなんですよ、なるほど、これを買って知ったる中で、そういう時にスススススって言って原神の話とかもそうそう教えてほしいんですけど、よくお話しされます。やりますっつってスッてスマホ出すんだけど、あいい、ね、パソコン勢だからそうできない、できない、なんかね最近ホリエルもお金がないって。そうなんです、あの僕最近ガチャがちょっと僕ちょっと、なるほどね、はい、自分で払えよ。あれ今週はもうちょっとあれですよ、もう先週いっぱいいっぱいね、そっか、そうですよね、稼いでる後輩が憎い。まあ確かにそれはありますけどね。自分で払えばそれはそう。いやでもだからさ、2人には本当にそれこそ声優物のこととかキャラのこととか教えてもらってるから、おうおう、今日もいろいろ相談したいなと思ってますよ。もちろんですよ、いろいろとね、はい、聞いてください。まあリスナーの皆さんからもね、やっぱりあの先週に引き続き陽平くんが今週もゲストだということで、たくさんのお便りが嬉しい揃えてるということ で、 そうなんです、たくさんご紹介していきましょう。はい、まずは旅人ネームおさゆさんからです。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストの木村さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ゲストの木村さんといえば、ご自身の YouTube チャンネルでゲーム実況もされておりますが、はい、先日の原神の配信で生俺が払うよを聞くことができ、やってんじゃねえか。大変歓喜しております。やってんじゃねえか、おい。いいだろう、ね、自分なんだから。やったって、そんな木村さんに質問なのですが、はい、今まで原神をやってきた中で一番印象的だったことは何でしょうか。ピックアップも決まったことですし、タルタリアのさらなる活躍を願っておりますと。ありがとうございます。いい、嬉しいメールだね。やってんじゃねえか。やってる。いいな。なんか収録してる時って、うん、まあ正直ゲームの収録って日々あるから、はい、それぞれについて自分がやってるキャラ視点での知識をまあ持つわけだけども、実際自分がプレイした時もなんかまあ面白そうだなとか、みんなやってたら嬉しいだろうなぐらいの半分半分ぐらいの気持ちで、軽い気持ちで始めたんですよ、はい、勉強してなんか、あ、こうした方が強くなるんだとか、こうした方が楽しいんだって気づいた時の喜びがえぐい。確かに、ね、なんかその例えば最初の頃とかはさ、覚えることがいっぱいありすぎて生物なんか何も考えてなかったけど、確かにコメントとかで結構生物ちゃんといいのつけると違いますよみたいに言われて、あ、でもそこまでもちょっと考えいかないよとか思ってたけど、ある時ふとあ、ちょっと生物つけてみるかと思ってつけた時の強くなり具合みたいな、あとそのなんだろう、何気ないそのキャラとの会話で知った時のキャラの深みとかさ、あるね、なんかちょっとしたその動き一つとかさ、うん、なんかそういうのがおもろくて、確かにそうです、ね、なんか武器が光るとかさ、ね、あるよね、よく見たら武器光ってんだけど、いつ光ったみたいな、うん、なんかそういう、あ、気づかない面白をちゃんと込めてくれてんだにを知った時のなんか没入感みたいなのがわかりますね。えぐい、細部への作り込みというかね。本当にえぐいですね。その仕様を自分で理解した時の満足感とか達成感とかね。そう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 。それは確かにありますね。とか前回のね、あのラジオの時に前野くんにこの精錬、はい、武器をくっつけるを、まあ、知ってはいたんだけど、全然ちゃんとやってなかったのを教えてもらって、タルタリアのやつやったのよ。はい、そしたら一気に強くなって。まあね、武器強くなったら強くなるからね。これもう楽しい、やりたくなるじゃん。なるなる。これ、ね、あれ楽しい。糸口が見つかるとよりまた他の武器もより強くしてやろうみたいな感じになるしね。そうそうそう。で、あとてことは、うん、あの
なんだろうな、じゃあ今他にパーティー入れてるこいつらの武器を変えたらもっと強くなるのかなとか、なんかいろいろ考えちゃうじゃん。そうありますね、わかります。そう、すごく純粋にもうテイワットの旅をもう住人ですよ楽しんでいらっしゃいますね。もう立派な旅色ですからねまあ確かに、ね、いろんな要素ありますからね、うん、面白いって感じるところは様々ですけれどもね、うん、続いて旅人ネーム鮭の切り身さんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストの木村良平さん、こんばんは。こんばんは。毎週ラジオ楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。最推しであるタルタリアの声を担当されている良平さんがゲストに来てくださると聞いて、初めてラジオにお便りを送らせていただきました。いい、ね、原神はキャラクターやストーリー、グラフィックから音楽までどれをとっても最高な作品ですが、私は原神の料理が一等好きです。あ、料理、料理も素敵なのですが、先日20歳の誕生日を迎えたということもあり、テイワットのお酒にとても興味があります。キャラクターや料理だけでなくお酒にまでストーリーがあり、原神ってすごいなとしみじみ感じます。良平さんといえばお酒、お酒といえば良平さん、ここで質問です。原神にはお酒をたしなむキャラがいますが、皆さんがもし一緒にお酒を飲むとしたら誰がいいですか。うわぁ、誰がいいですか。お酒好きなね、良平くんとしても誰がいいですか。とりあえずホリエルには飲ませない方がいいんじゃないかと。あ、ホリエルはあんま良くないんだっけ、それ。あんま良くない。あんま良くないんだっけ。あんま良くない。あんまよろしくないんだっけ。前野くんが世話焼いてくれるなら。いやいや、僕はあんまりあのちょっとただちょっと甘えん坊になるけど。甘えん坊、あ、じゃあそれはいいんじゃないですか。あ、いいんだ。可愛いんじゃないですか。あ、じゃあもう失礼します。お兄ちゃんって言い始めるかもしれない。それはまあそこまでだったらまあ全然優しい。そこまではいいです。優しかった。え、誰と飲みたい。僕逆に遠慮しておきたいのウェンティーですね。ウェンティーはあかん。飲まされすぎそう。ウェンティーはあかん気がする。ウェンティーはあかん。怖い。ウェンティーは確かにあの作中でもあんまりなんかね、やっぱお酒好きなイメージがね先行してる部分あるから、ね。若干アユがアユとなんか飲んでる感じ。ちょっとそう。ちょっとリンクすんだよね。うん、あのあいつら似てんだよ。あの村瀬くんの確かにね、うん、酔った村瀬くんもまあまあだからね。そうなんだ。うん、そうだね。でもエールはとは飲んでみたいですね、僕は。ほう、エールは飲むと可愛いですよ、すごく。あ、そうなんだ。そういうエピソードもね、飲むと可愛い過去あったんですけどね、うん、タルタリアどうなるんだろうね。確かなんか弱なそうな感じ。いや、めっちゃ弱なそう、うん、いやなんかね、常日頃ね、パーティーに入れるなら女性の方がいいですよって僕は言い張ってるんですけど。なるほど。酒飲むならでも男かな。タルタリア確かに飲みたいな。うん、飲んでみたいよね。ね、勝利もまあまあお酒たしなむ、ね、うん、タイプですけどね。なんかさ、世界が広いというかさ、旅とかしてる人、うん、とかと飲むといろんな話聞けそうで。確かにね、楽しそうだ。いろんな見聞を持ってる方ね。そう映像とか面白そうですね。なんかいろんな話聞けそう、ね、探偵だし、うん、リルックとかも面白そうですね。良平くんは酔ったらどうなるの。あんまり酔ってるとこ見たことないんだけど。でもまあまあちょいちょい飲んでたね、たりとか。そんな酔わないじゃん。でもまあ、確かにここまではそうね。だってそんな毎日酒飲むのに毎回そんな酔っ払ってたら、まあ毎回泥酔は確かにしないけどねご機嫌になるかな。ご機嫌タイプ、普通に甘えん坊にはならないです。でもなんかいつかやってみたいですね。なんかその原神の飲み会みたいなの、うん、原神飲み会。原神飲み会やってみたい。あの自分のパーティー呼ぶとかパーティー飲み、やってみたい。でもね、うん、やってみたい。そうするとさ、意外とさ、普段そんなに喋ってない人と飲む機会になるかもしれない。確かにそうですね。だってあんま喋ったことない方もいらっしゃる。当然いるじゃない。でもね、うん、あ、それめっちゃいいですね。ちょっとやろうぜ、リーウェ飲み会やろうぜ。ね、リーウェ、あ、楽しそう。リーウェ会やろう、リーウェ会。今の俺のパーティー全然知ってるやつらだから新鮮味がない。リーウェ会やりてえな。さあ続いて、じゃあ続いて旅人ネームカラカラさんからです。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストの木村良平さん、こんばんは。こんばんは。今回私の推しであるタルタリア役の木村さんがゲストでご出演されるとのことでメールをお送りいたします。ありがとうございます。もともとはただゲームのアクションが面白くてプレイしていた原神ですが、実は私の誕生日が7月20日でタルタリアと同じ日ということに気づいた。なんとなくタルタリアを推し始めるようになりました。誕生日といえば今年の手紙では家族への思いが見えたり、ツイッターの生誕祭ゼリフではまるで自分に向かって話してくれているようで、これまで以上に好きになりました。お、嬉しい。こういうメールたくさん届いてるんです。本当に今回たくさん届いてるんですよ。タルタリアのこのここ素晴らしかったって。いや、キャラクター一人でそこまで感じ取れるってすごいよね。すごいですよね。続いていいですか、はい、こちらの方、ラビットさんからいただきました。ありがとう。パーソナリティの皆さん、ゲストの木村さん、こんばんは。こんばんは。ついに木村さんがゲストで来られるということで、これはメールを送らねばと思いメールしました。今日は皆さんに言いたいことがあります。何でしょう。それはタルタリアが誕生日の時にツイッターで公式から投稿されたツイートです。あの服装が似合いすぎて最高すぎて、さらにウィンクまでされた上に
来てくれたんだね相棒なんて迎えられたら、そりゃもうスネージナヤに行く方法を模索して寝ないでプレイし続けますよどうやったらタルタリアに会えるのでしょうか。どうかお願いです。こちらのセリフも読んでいただきたいという熱いメールを僕が代わりに今読ませていただいたんですけれども、なんか誕生日にすごい熱いツイートがね公式さんから出たんですよ、タルタリアのメッセージが。このイラストもそっか誕生日の時だっけ。これはずるいよ、これはずるいよ、肩掛け、これはちょっとやっぱね、あのこのビジュアルとこのセリフ言われたらもうキュンキュンしちゃうよね。確かに、でもやっぱ僕まだこれやっぱ字面だけじゃなんか想像力の欠如で、なんかいまいち自分の中で世界観構築できない。そんなことでゲームの収録ができるのかお前は。いや僕相手の芝居を感じろ。いや本当ですよね、僕もそう思うんだよ俺もそう思うの、やっぱ本当そうはでも感じなきゃいけないんですけど、やっぱ堀江君がでもどうしてもってなんか今回そう、ね、堀江君がねどうしてもか主人公がやっぱどうしてもなんかやっぱこの今後の原神の収録にも結構関わってくるので、今後多分タルタリアがキーになるストーリーも必ず出てくる、 その時にやっぱ我々の多分お芝居にもね、いや大変関わってくると思うんですよね。俺が読むよ本物だやった、ではよろしくお願いします来てくれたんだね相棒、どうやら鍛錬は怠っていないようだ、その目を見ればわかるさ。そうだ、テンセルから毒願望を渡すよう頼まれてね、あの子は君がうちに遊びに来るのを楽しみにしてるよ。スネージナヤはリーエよりも寒い、しっかり着込んできてくれ。着込みます本物だ。ちょっと後でサインもらっていいですか。やべえ、タルタリアの人だいやでもマジで本当になんか隣でセリフ聞くとやべえすごい本物だってなりますね。ちょっとやべえ本物だってなるね。でも不思議なもんでさ、共演してる作品だとさ、役者同士だからそんなに感じないのにさ、自分がプレイしてるとさ、そうなのよマジで、そうなのよ本当にパイモンの生セリフ聞いたらすごかった。やべえ感動したよ今本当に。やば、何それ、やば恐ろしい、脳バグるねマジで。すごい、確かに脳バグるなマジこれやばい。いやタルタリアだ、かっこいい。いやかっこいい、ありがとうございます。俺はこんなありがとうございます。着込みます本当もう、ね、これから、ね、日本も寒くなってきますからね。そうですね、ぜひ遊びに来てください。ぜひね遊びに来てください。ありがとうございます、ラビットさん、よかったですね。ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんの熱いお便りありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあではここからはいつも通り原神をプレイしていきたいんですが、はい、今回はタルタリア役の木村良平さんがゲストということで、はい、良平さんが育てているキャラクターの素材集めなどを僕たちが手伝っていきたいと思います。はい、ということでね、今ね友達増えたよ、今良平くんの世界に遊びに来ています。はい、原神友達がイエーイ、原神友達が増えた3人って俺初めてだ。あ、本当ですか。こういう風になるんだね。そうだよ、これが2人で、これ良平くんの手話ってやからな、一人ずつ、はい、ということでお邪魔しております。嬉しいですね。何やる。さ、俺今ね、はい、一応固定がタルタリア、カンウで、あのシールドで勝利かディオナを入れて、ほうでもう一人がとりあえずその何給湯時とか回るのに壊せる人がいると便利だからベネットが入ってんの、盾とかも壊せるし、ほうほうほう、でもなんとなくちょっとふわっとしてて、どう思う。いやまあどのとはいえまだリーウェなのよ私。どのキャラを今日育てたいかですね、まあ、全然ベネットで不満はないんだけどさ、あの頃とはもう違う。まあレベルのステータスレベル上限をね、あの突破するのかテンプ上げるのかとか、それ次第じゃないですかね。あ、まあ、その前はねロサリア入れてたり、北斗入れてても強かったよね。北斗ね、雷でね、北斗で爆発されてさせてタルタリアで切るとめちゃくちゃ強くて、ね、感電起きますからね。そうその爆発で電流がね敵の間に流して、うん、それでも全然強いと思います。確かに、どうしようかね。あ、でもライデンとかもいるんですね。そういるんだけどね、まあ、稲妻の素材がね必要になってくるからね。稲妻行きたいわ。
稲妻早く。いいえ。ただまあなんかさっきスタッフさんに聞いたら、うん、無双の岩は結構時間かかって大変だから。ああ、めんどくさい、あそこは。勝利のやつ素材を集めるのも、これか、いいかもしれませんって言われた。原眼の塔ってやつか。そう、確かにそれは。確かにこれは。それとね、石箔は確かに大量に必要だね。石箔もめんどくさいですよね。石箔も大量に必要になってくるんで。あと、関羽だと。精神が必要になってくるね。あ、精神はもう崖の上しかないですからね。精神も崖の上に生えてるやつね。ただね、この間配信してる時にリーゆえの、はい、何特産品の場所を教えてくれるキャラがいる。はいはいはい、はい、教わって、はいはい、ナナちゃんだっけ、はいはい、あ、そうですね。そう、あのレーダーでね。そうだから、あの子入れて回ろうと思ってすごいいいことだ。そういう情報知っちゃうとさ、原神ってよりさずるいよね、なんかね。確かに知らんでもできるんだけど知ってると得みたいな。そうなんですよね。ちょっと進めるとね、人活動の中で栽培とかもねできるようになるんで、ええ、栽培できるんですよ。種を取って植えると2日後にお花が咲いて、はい、精神をそのまま入手できたりとか、はそういうのできるんです。人活動っていうシステムが入手できて、自分の庭が手に入る。そうです、もう箱庭、ご自分の家とかも建てる。家あんの？そこにキャラクターを招待して親密度とかを深めたりとか、いろんな話とかをしたりとかできて、なおかつお庭に畑とか作って庭にその種を植えて。え、みんなはさ、そんな楽しみ方してんの？原神してます。はい、はあ、すいません、してます。結構人活望の沼深くて、はい、旅そっちのけでメインをそっちに楽しんでるプレイヤーも結構います、はい、家人活望でそのまま実際にある街並みを再現してみましたとかっていう方たちもいらっしゃって、いや、すごい、ものすごい。どういうこと、どういうこと、え、何、じゃあ既存の家を買うんじゃないの？ 今その辺の木攻撃してみ、あのマップで木の木材が手に入るはずだ。ねえ、俺これなんだろうってずっと思ってたんだこれいつ使うんだろうってずっと思ってたの。その木材とかで調度品っていうのを作れるんですよ。これが素材となって、その調度品っていうのを人活棒の中に配置できるっていうシステムがありまして、これもだから立派な素材なわけですよ。え、いや、お、領域に教えるの面白いな。やりたい、それ。新鮮な反応がたくさんある。まあでもゆくゆくは絶対できるようになるんで。そうですね、うん、そうなんですよ。まあだからそういう素材集めの仕方もいっぱいあるんで。なんだかよくわかんないけど木材手に入るから、あの木の実取るときに木殴ってたのは、じゃあ俺正しかったんだ。正しかった、正しかった、正しかった、すごく正しかった。マジか、うん、そうなのよ。まあじゃあでもちょっと、どうしよう、とりあえずでも、うん、その無双のその勝利さんのこの塔、うん、足りないから行ってみますか。無双の岩やるか。あそこちょっとでも行くのもね、割と確かに大変なところだよね。じゃあ参りますか。この昇格をかっぱらうやつが多分いるぞ、きっと。いざ。どっから行くのが早いのこれ。2P と 3P が別なとこにいる。本当だ。どっちを信じたらいいの？多分 2P の方が早いと。2P の方が早いよ。どっちが早いか。すげえ、俺の画面出されると鉱石集めるためのピンとか置いてある。わかるよ。いや、みんな置くよあれは。本当。うんあれはね、上田かなさんもピンを置ける数を増やしてほしいっていう要望を出すぐらいの、みんな。お、瞳もあるぞ。怖い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 。あれ、どっちだ、どうだっけ。俺もしばらく来てねえから。確かに僕も久々に。あべ、死ぬ死ぬ。おい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 あ、やばい。あ、タルタリアが。え、おいおいおいまあ大丈夫、よくあるよ。どっちだっけ。我々もここで。こっちか。こうか。そうだ、俺そうだ。他の無双はちょいちょいやってるんだけど、うん、岩は行くのめんどくさいからやってないんだ。ここにさ、あのね、ポケットバーポイント置いてるのがいいよ。あ、うん。確かにいつでも行けるやつ。え？ポケットバーポイントっちゅうのがあんだよ。錬金台で作れるやつ。チート？チートじゃないです。使用のアイテムであるんです。ポケットバーポイントっちゅうのがありまして、これ人の世界では置けないよね。普通のために作られた。やったことないけど。置けなったら置いてあげたいけど、やっぱ多分置けないや。好きにパッと移動できるってこと？一箇所だけ置けるんですよ。期間中に。あ、よく行くところに置いとけば。そう、だからこういうところに置いとくと、すぐここの前にパッてワープできたりするんで、すごく楽に。くそ、みんなそんな便利な思いしてたの？そんな便利な思いをしてました。そうなんですよ。すいません。そうだ、モンドの評判任務だ、あれは。モンドの評判任務やった方がいいって言ってくれてた人いたわ、そういうことか。モンドの評判任務やっていこう。おしゃれ行幸さん。そうなんですよ。おしゃれ行幸だ。かわいい。かわいいよね。さあ、サーヤ、サーヤ。
サーヤ演じる凝固です。サーヤって呼んだことねえよ僕一致しなかった。もうサーヤトモ君と呼べやなかったんですよこのラジオを通して。ああそうなんですね。そうなんですいいラジオだな。いいラジオでしょ。さあじゃあどうする編成。これ岩壊せる人にいた方がいいのかな。岩壊せる人の方がたくさんいた方が有利だね。じゃあそうなんですよ。だから凝固とか結構いると。そうだね、うんうん、おダブル勝利だ。いいね。行くぜ。お参りましょう。うる最初はこう泳がせておくんですよね。まあ。あ、来た来た。今だ。諦めなさい。スキアリ。甘い。スキアリ。お、行け。クルボッコだ。これダメージ入ってる？入ってる。そこそこ入ってる。あ、早い早い早い。やっぱみんなでやると早いな。OK。いざ。天道。ここにある。よしよし。スキアリ。あ、こっちか。みんなでやんの楽しい。すげえ。おいマルチをよくやってる人たちはいつもこんな思いしてくるそうなんですよ。いいなあ。さあいざ。どうだ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 。え、これじゃないの。これだ。新天道士揺らぐことなし。あ、ダメだ、ダメじゃん。そろそろか。そろそろか。いれ。いざ。うん。そろそろか。来た来た。どれ？天理チョーク。おー、すげー。あー、来た。早い。イエーイ。これみんなもらえんの？みんなもらえます。もらっとこう、記念に。何も来なかった。何も来なかった。あ、でもあれだ、2個出た俺。あ、僕も2個。オッケー。これってどれぐらいで湧き直すんだろう。これ1分とか2分とかじゃなかったっけ。あ、結構早いんですね。確か。そう、ちょっと開けて戻ってくるとね、湧いてるから早いんだと思ったんだけど。で、勝利さん何がいいっすかね、生物。あとでも30秒で復活しますね。生物、勝利はね、いろいろあって、そうですね、洗顔2セットとあれかな、オーソドックスは洗顔2セットと、まああとはもうお好みかな。俺は洗顔2セット UQ2 セットにしてるけど、僕もこうやっぱ HP 依存なので、うん、HP 依存だから洗顔2セットで HP 上げて、うん、あとの2セットはもうあれですね、吸気族2セットとかでもいいし。そう、確かに今ね持ってるとりあえず HP 上がるやつに多分してるんだよね、うん、洗顔ロッコっていうなんかあの2セットなさそうとあるまあ、洗顔4セットでもいいっちゃいいんだけど、うんうんうん、洗顔2セットとなんだって。俺はあの悠久の万眼っていうあの 岩元素ダメージプラス15のセット、2セット2セットにしてる、ね、ヒットポイントプラス20と岩元素プラス15の2セットにしてる。そもそも洗顔持ってねえよ、まあ、洗顔ロークはね。まあでもフィッシルとか使うんだったら洗顔ロークとかあった方がいいかもね、うんうん、フィッシルは洗顔4セットとかと相性いいし、フィッシル持ってはいるけどな。あの頃とはもう違う。洗顔はね、まあ、ヒットポイント依存のキャラが最近増えてきたからあってもいいかもね。あの時間あるときに掘り直してもいいかも。あの秘境です。あー、洗顔を引ける秘境があるのか。そうそうなんですよ。なるほど。洗顔となんだ、蒼白かセットは。なるほど。給油とまた、あ、これだ、ほらどこ。ここです。俺がワープしたところ。ここか。どこに洗顔の秘境。もう一回行ってみるわ。だって、あ、行ってみよう。洗顔の秘境行きましょう。お、ここだ。ここ敵何でしたっけ。何が出てくるんでしたっけ。なんか水、これなんだっけ。氷岩か。いいっすか。はい。流通のために作られた船は港に止まる。あ、今あれがないって、樹脂がないって。あらゆる富が沈着する場所だ。さっきいいか。あ、これ今ソロになってるかもしれない。あれ正体。うん、花と酒を手に来ました。行く行く行く。あの頃と何がええやろうかね。岩、水、イット君連れて行こうかな。おお、すげえ。何それ、かっこいい。荒滝一斗くんです。西川貴教さん。
西川貴教さんって西川さん？あの T.M. レボリューションの。そうなんですよ。西川さんお CV やってんの？そうです。花と酒を手に次はどこに行く？ドキドキ。敵の攻撃は。よくわかんない。さあ行くぞ行くぞ。神千眼の子が。ヨヘクに出るといいな。あーこいつらか。うわすごい岩ってきたのか。行きます。はやはや、え、秒速はやはやはや、うそやはや。さあなんか出るんじゃねえか。え、これ今あれ足りてないけどいけんの？なんか回復しますかみたいなのが出るはず。20個足りませんので補充してからお受け取りください。補充どうすればいいの？どっち？あのね、原石割るか、ふんだんにある脆弱樹脂、樹脂を使うか、お金持ちの人は一緒割ってもいいし、そっちの多分オーソドックスは左だと思う。オーソドックスは左、うん、これ右のやつはお金持ちの人がよくやる。何個？20個？1個でいいと思う。1個でいいの、うん。すごい今ガラスの部分一個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 みんなが一斉に止めに入った。出た？出ないか。鼻と冠が出てる。これそれが洗顔。あ、本当だ、洗顔ロゴだ、うん、あ、やった、2個も出た。それ冠、これで HP と攻撃力、あ、いいんじゃない、うんうん、いいんじゃない。もう一回無双の岩行くか。かしこです。もうまたリポップしたと思うし。これどっちの方が近いの？確かにルートは2つありますからね、うん、左右で行こう。左右、あ、左右もいいですね。左右もいいよね、ゴロゴロかわいいよね。左右ダッシュ好きなんだ。ゴロゴロかわいいよね。かわいい。ただね、リスとか引いちゃうのがかわいそう。わかる。リス、なんかちっちゃい動物。段差に引っかかるね。そうそうそう。あれね、あれスッと言ってくれたらなと思うね。かかれ。でもなんかよく回るルートは左右で通りやすい道を覚える。わかる。左右ばっかりで走ってるから。捕まえた。その短縮のために引き重さ結構。報酬もらうのに走ったりするじゃん、今のところとかも。はいはいはい。そこもだから左右とかイエランとか入れてる人よくいたな。村瀬くんとかイエラン実装される前とかはよく左右入れて秘境巡りしてたな。なるほど、その時走るのが楽だからっていう。そうそうそう、効率を早めるためっていう意味で。キャラがね、そのあれに向いてて強ければ2体ぐらいで倒せちゃうもんね、キャラクター。やべ、なんか戦闘になっててキャラ変えてねえな。あべ、こうなってるとあれ抱えられないのか。倒した方がいいかもね。やべえ、始まっちゃった。わ、始まった、始まってるぞ。参ります。あ、まだ俺は帰られる、よかった。まあいい、ダルタリアよし、行くぞ。さあ来ましたよ。さあ、お、もうなんか始まってんじゃねえか。始まってます。てきた。いやー、なんかねえ、わかる？わかる。いや、初めなんかマルチやると面白いよね、やっぱりね。っていうか、なんかこの絵、こいつらが本当に協力して戦ってんだっていうこの感じがすげえいい。さあやってしまいなさい。さあ壊せ。いけ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 。とどめた。あ、いいぞいいぞいいぞ。ナイスタル、ナイスタル、ナイスタル。はよ。はや。いいぞ。俺はちゃんと見ていたぞ。あ、出た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 。いいねいいねいいね。よっしゃー。こういうのちまちまやっていこう。これでもうだいぶ。あ、ちょうど。あ、ちょうど突破。あと、赤白27個です。27個は長い。赤白27個です。まあ、爆炎獣倒しに行くときとかに通りがかったりするから、ね。まあ、赤白はね、ね、まあまあ、ちまちまやっていけばね、うん、大丈夫だと思います。嬉しい、ありがとう。はい。はい、ということで、はい、今回は良平さんとマルチプレイをしてみました。はい、
原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。現在イベントワンダフルキノコンピックも開催中です。イベント期間中、知恵キノコンの捕獲、潜在能力開発、強化特訓の3つのコンテンツが開放し、特殊アイテム英知宝珠を使用することでキノコンを捕獲、育成、戦闘をさせることができます。イベント参加や条件を満たすことで雷元素星4キャラクタードリーを招待できたり、知恵の冠、原石、キャラクター育成素材、テンプ育成素材などの様々な報酬を獲得できます。イベントワンダフルキノコンピックは11月28日月曜日4時59分まで開催。またイベント商店は12月5日月曜日4時59分まで開放となります。またイベント旅の写真にひらめきを緑葉編も開催中です。イベント期間中、絵師朝霧を手伝い、指定場所の写真を撮影することで原石、モラ、大英雄の経験などの報酬を獲得できます。イベント旅の写真にひらめきを緑葉編は12月5日月曜日4時59分まで開催です。さらに11月24日木曜日よりイベント無双の交響詩トニックピリオドを開催予定です。イベント期間中、無双の氷、無双の炎、無双の水、無双の草からなる全4つのステージに挑戦することで原石、武器突破素材、モラ、大英雄の経験、仕上げ用魔法などの報酬を獲得できます。イベント無双の交響詩トニックピリオドは11月24日木曜日11時から12月5日月曜日4時59分まで開催です。続いてイベント祈願のご紹介です。現在イベント祈願カシ王妃とイベント祈願に東国との別れを開催中です。期間中、カシ王妃では雷元素星5キャラクター八重美子が、東国との別れでは水元素星5キャラクタータルダリアが登場し出現確率がアップします。またカシ王妃と東国との別れの両祈願では、氷元素新星4キャラクターレイラ、炎元素星4キャラクタートーマ、風元素星4キャラクター鹿の院平蔵がピックアップされ出現確率がアップします。さらにイベント祈願武器新中府警も開催中です。期間中、星5放棄神楽の真意や星5弓当局の剥製などの出現確率がアップします。イベント祈願カシ王妃東国との別れ新中府警は12月6日火曜日15時59分まで開催です。以上、原神からのお知らせでした。原神公式ラジオ、原神公式ラジオ、原神公式ラジオ、テイワット放送局。あるあるテイワット。原神をプレイしていてついついやっちゃうこと、こういうプレイするんですけど僕だけですか？ゲーム外の日常生活でついつい原神を感じることなど、あるあるネタを募集して紹介していくコーナーです、はい、ということで、良平さんは原神をプレイしていてなんかあるあるとかあったりしますか？あるあるね。いやもう本当にベタなやつで言うと、はいはい、海道しがちはめっちゃあるよね。あー、わかる。最初始め、あれなんかスイートフラワー咲いてるみたいな。わかる。あ、はいはいはい。何ここ、超いい景色とかさ。わかる、はい、あるけど、常々言ってるけど、めっちゃ弓好きなんですよ。はいはい。だからなんかデイリー任務とかを遠くから片付けがち。うんうん、あー、遠距離から弓でってやつか。なんか山の上とかから、特にさ、なんていうの、下から生えてるあれを壊せって、デイリー。はい、高い櫓みたいなやつ。櫓みたいな。あ、塔やつか。あれを壊せとかは、うんうん、あいつらに気づかれないように。遠距離から攻撃してと。あれ遠くからやるとさ、ミッション開始も出ずに終わらせられる。え、そうね。そうなんすか？そう。知らなかった。だから、そうなんだ。遠くから敵にヒルチャールにも気づかれず、ミッション開始までも出さずに弓だけ行って壊すと、いいね、スナイパーだね。ミッション終了だけ出るの。すげえ。スナイパーやね。やりがち。面白い。知らなかった。そんなことできるんだ。みんなのあるあるも聞きたいな。聞きたいですね。はい、ということで今日もたくさん来ております、はい、旅人ネームホムさんからです。ありがとうございます。私のあるあるは、我が家の下水の蓋的なものが踏むと風域を発生させるあれに似ているので、見るたびについつい踏んでしまうことです。ぜひ皆さんにも見てほしいです、ということで写真がこちらにあります。あー、本当だ。なんか上になんか出てきそうだね。ブワーンってなって飛びそう。ビョーンって上に行けそう。じゃあ踏んじゃダメじゃん。それな。飛んじゃう。なぜ踏む？まあでも確かにそういうの気になるよね。うん。
原神の世界のあれに似てるっていうのは確かにあるかもしれない。さあ続いて旅人ネームおむつさんからいただきました。おむつ、いつも楽しくラジオを拝聴させていただいております。ありがとうございます。先日スメールを探索していたところ、うん、まさにあるあるテイワットのコーナーに投稿しようと思うことが起きましたのでお便りを送らせていただきます。新キャラクターのドリーを育成するために神雷寺を倒していたところ、ドロップ素材があと3つで集め終わるという時に限って2つしか出ませんでした。いつもそうです。そして大体その次は3つドロップします。わかる、私のヘイワットだけでしょうか。これからもラジオもゲームも楽しみにしていますというところで、確かにあと3つで終わるところが2つしか出なかったりありますね。で次に3つ出たり、ね、ぴったりにならない、それよくある。俺逆なんだけど、何なんかぴったり出ちゃうと、うん、なんていうの、次集めるときにまたゼロからだなって思っちゃって、それな、ちょっと溢れてほしい。それもわかる、確かに、うん、それもすごくわかる、なんか使い切っちゃう寂しさみたいな、まあ、確かに、あ、わかるわかる、なんかね、また使うんじゃねえのか、いつかってなってくるとね、少しでも手元にストックがあった方がだからかなっていうのは確かにわかるな。でもまあ神雷寺とかの場合は他のキャラクターの育成の素材でもあったりするので、そうね、うん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 、余っててもまあ困らないですね、ワンチャン困らない、うん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 、確かにわかるね。じゃあ続いてです、はい、旅人ネームコウさんからいただきました。私のあるあるはキャラの通常攻撃モーションが好きすぎて何もないところでもついピシュピシュ動かして見とれてしまうことです。元素スキルや元素爆発のモーションも好きなのですが、キャラ一人一人の個性がよく現れていてホヨバースさんのこだわりを感じます。みんな好きすぎるという。いやもう勝利よ、これも勝利、かっこいい、かっこいいだろこの、いや勝利かっこいいですね、このやり蹴りっていうの蹴って、うん、これねくる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 ってやつね、5段目のジャリジャリってやつね、この5段目ためのズダダダダが好きだ、かっこいい、確かにこの5段目がね結構ね、あの判定がいいんでね、うん、で5段目で止めるとあれらしいですよ、一番 DPS が高いのは 5段目で止めてダッシュキャンセルとかジャンプキャンセルでまた通常に戻すのが一番すごい、なんかもうというふうには言われてますけれどもね。えこうやってくるくるってしてジャンプってこと？で俺はいつもダッシュキャンセルしちゃうけど、あ、ダッシュか、それはね、こうか、うん、そうなんだ、まあ、最後の一撃も結構強いんだけど、おお、かっこいい、なんか手だれっぽい泳いでるやんけまあでもこういうモーション一つ一つもすごい凝ってるし ね、タルタリアのモーションもすごく好きだし、確かに、僕はイエランさんが好きです、わかる、まあそういうね、欲しいんだって、お金を払わせてくれませんか俺が払うよ、俺が払うもう誰が払うって感じですよね、はい、はい、ということで今日は終了です。はい、こんな感じで原神のあるある送ってください。以上あるある T ワットのコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。さらにメールを読まれたすべての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿お待ちしております。そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。次回のパーソナリティとゲスト情報は番組ページをご確認ください。ということで第52回の放送いかがでしたでしょうか。いや、まあ、今週もね良平くんにゲストで来ていただいていろんなお話させていただきましたけども、この洗顔ロー4セットはね4セットつけるとシールドも強くなるってこと。シールドも強くなります、ね、めっちゃいいじゃん、これ4つにしようか。シールドも強くなるし、そうなんですよ、勝利とも相性いいんでね、ぜひ。もうなんかごめん、原神好きの人がと集まって原神の話させてもらっただけな気分。いやでもそういうラジオですから一番の狙いです。すごい嬉しいですよ本当に。でもランク世界ランク上げると生物がさらにもっといいのが出てくるので、上げようじゃん、そこなんですよ。もういつでも手伝うんで、いや本当にいつでも呼んでください、ね、原神友達が増えた俺今上田玲奈しかいなくてずっと。あでも俺もでもこの番組で友達になった上田さんとか心強いそう、これで原神友達が増えたからさ、ちょっとフレンドになってくれよ、ね、その気になったら4人でやれるってこと。なれるなれるなれる、お夢のようなパーティーだ。なれるなれるさっきフレンド登録出したから。えこれさフレンドちょっとまあ配信終わってからでいいや収録終わってからでいいからさそうそうそう、フレンドどうやってやるのか教えてあとでちょっとフレンドになりましょう、はい、広がりましたね。そんなこんなでタルタリアのお話もいろいろとお伺いできましたし、はい、なんといってもね復刻で今ね
ックアップ中です ね, そうです ね, そうですね、やっぱりあのツイッターとか、まあ、もちろん配信とかでもね、はい、いろいろ原神遊んでる方の声はいただくんですけれども、うん、こうしてラジオを通してね原神ファンの皆さんとつながれるっていうのは嬉しいんでね、もしまだタルタリアうちにいないよって方いらっしゃったら、うん、ぜひぜひお手に取ってみてください。お願いいたします。陽平くんもまたぜひ、いや本当いつでも来てください。また払いに来てください、また、自分で払えよ。違う名言が出たぞ。違う名言が出た。またぜひ来てください。お願いします。それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は原神主人公空役の堀江俊と、勝利の声担当してます前野智明と、そしてゲストのタルタリア役の木村良平でした。バイバイ。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。お、え、え、ガチャやってんの。陽平くんの世界で祈願引いたらどうなるかなと思って。そしたら光ったんだよ。光ったんだよ。光ったんだよ。やった。えっ、出た。お持ってんな。陽平くん持ってんな、やっぱなあ。やべえな、やべえな、陽平テイワットやべえな。一発10連一発で出たぞ。すげえ、やべえやべえ、陽平テイワットやべえ。なんか俺も嬉しいよ。やべえ、熱いぜ、さすが陽平君。強運の持ち主だ。やべえ、これはパワースポットになるぞ、陽平くんの世界は。俺のガチャ配信見て引くと引ける。やばい、季節あるよ。やべえ、やべえ、4突できた、ザヒーダ。やった。やべえ、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 陽平くんのテーマって今度から祈願引こう。ガチャしたくなる。祈願引きたいから行っていいという。おう。思いやって。